こちらを見つめる、羽生結弦の写真が、透明感半端ない写真家が明かした撮影費は、エンターテインメントベストセラー。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ、情報をご提供させていただきます。12月13日、当番の週間ベストセラーが発表され、エンターテインメント第1位は、変内が獲得した。第2位は、変内へ。第3位は、コムドット写真集、ジャーニー通常版となった。 4位以下で注目は4位に初登場のユーズル、e、ゆうずる i i i や、はにゅゆずる写真集。羽生ゅうゆずるさんを追い続ける写真家の、野戸忠さんによるユーズル、ゆズずる、はにゅうゆずる写真集。2014年ユーズル LL、ゆズずる l る、はにゅうゆずる写真集。2018年に続く、シリーズ第3弾。 平昌五輪後の2018から2019年シーズンから2022年の北京五輪プロ転校を表明した会見からその後の公開練習までを追った一冊。羽生さんにとって一大転機となったシーズンの真剣な表情や長年羽生さんを追い続けた野戸さんにだけ見せるリラックスした素顔も多数収録されており貴重な一冊となっている。野戸さんは自身のツイッターでシェアプラクティスで個別の時間をいただけて血く君に感謝しながら 気合を入れて撮影した中の一枚を使わせてもらいました。と、表紙体毛の写真の撮影秘話を明かしており、ファンからは透明感半端ない。羽生くんの目に射抜かれますとのコメントが並んでいる。1位、変な絵アメアちょ。双葉社、ホラー作家兼 YouTuber である、アメア氏による、自身初となる、11万字書き下ろし、長編小説。タイトルは、変な絵。見れば見るほど、何かがおかしい。 とあるブログに投稿された、風に立つ女の絵、消えた男児が描いた、灰色に塗りつぶされたマンションの絵、山奥で見つかった遺体が残した、震えた線で描かれた、山並みの絵。一体、彼らは何を伝えたかったのか。9枚の奇妙な絵に秘められた衝撃の真実とは、その謎が解けた時、すべての事件が一つにつながる。今、最も注目を集めるホラー作家が描く、戦慄のスケッチミステリー。双葉ウェブサイトより、2位、変な家アメアな、ちょ、 アスカ新社、話題騒然。2020年、ウェブサイトで166万 TV を、記録 YouTube では、なんと700万回以上再生。あの、不動産ミステリー、変な家には、さらなる続きがあった。謎の空間、二重扉、窓のない子供部屋間取りの謎をたどった先に見た、事実とは、アスカ新社ウェブサイトより、3位、コムドット写真集、ジャーニー通常版コムドット、超、講談社、 2021年12月発売の初写真集、トレースから1年。2022年も間違いなくエンターテイメント業界の常識を覆し、決して恐れることなく牽引し続けてきたコムドット。トレースの発行部数30万部を記念し、訪れた初めてのロサンゼルスで第2弾の撮影は行われました。異国の地で5人が見せてくれた成長、そしてありのままの素顔をぜひご覧ください。 講談社ウェブサイトより、4位、譲る言い合い羽生波乳ズる写真集のとただし、撮影。集営者、5位、言葉の主服部り、ちょ。双葉社、6位、アイドル2.0、コムドットヤマト、ちょ。講談社、7位、小玉遥写真集、ステイ25ルックマン、撮影。ワニブックス、8位、心配すんな、全部うまくいく光る、ちょ。特馬書店、9位、発金版、新都市伝説大前知ってはいけない。 あのニュースの黒幕陰謀スペシャル噂の真相を究明する会、著宝島社、10位。キングプリンス、ゲット・ザ・ナンバーワン・ジャニーズ研究会、編。6歳社、エンターテイメントランキング、12月13日、当伴調べ、ブックバンブ編集部、2022年、12月17日、掲載、新潮社、コメント。私もこの写真の眼差しに射抜かれた一人です。待ち受けにいるので、携帯が可愛くて仕方ないです。W。 こんなに透明感ある28歳の男性、本当に貴重です。大切にしたいです。まさに一本筋の通った強い心と、志がある人のオーラでしょうか。雑誌など、すぐにベストセラーになります。それはファンの多くが、羽生さんには、世の中に貢献する、というブレない行動があるのを知っているので、彼を通して、少しでもその思いに協力したいと思う方々が多いのだと思います。 野トさんは変わらず羽生選手の良き理解者ですね。写真集で見ると、本当に美しい肌はわかります。逆にお化粧をしていると、違和感を感じるものもあるくらい、ナチュラルが一番素敵。美容界は掘っておかないと思いますが、ずっと構成のみの契約は、他者は悔しいでしょう。野トさんの写真は、心の中も映していると思いますね。お互いの信頼関係がわかります。それにしても、4人個人で4人はすごいと思います。 28歳。これからがもっと魅力的になっていくでしょうね。お美しいですね。どうしても20代後半の方の肌ではありませんね。ある写真家さんのトークショーでも、被写体の美しさの話が出ていて、1大会でたくさんの写真を撮るのだが、何枚撮っても、まだもっといい写真が撮れると、シャッターを押してしまうと、シャッシャっていらしたのがわかるような気がします。私は本を買わせていただきましたが、すごく写真家思いがわかるような気がします。すごいです。 ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。